今日もあなたと百姓天国、本日は10月5日土曜日ですね。なんとか天気は持っているのでね、さあ、忙しいんですけど、やることがいっぱいですね。さつまいも掘りましょうということでね、はい、さつまいもようやく半分ぐらいまで掘りましたね。今日が10月5日、ね、10月いっぱいまで、できれば11月半ばまでね、さつまいも出したいんですけど、あと残り半分ね、4列ぐらいですか。はい、ということで、ね、大体皆さんのところどうですか。今さつまいもね、掘ってると思いますけども、大体こんな感じですよね。はいはい。皆さんだったらこのつるどうしますね。もちろんあの家庭菜園やってる人もいれば、業務用でね、あのまあ業務用というか、まあ、あの専業でやってる方おられてね、あの家庭菜園の人は多分ね、鎌で買ったり仮払いで買ったりで、専業の人たちはね、つる狩り機っていうので狩るんですよね。はい、あのつる狩り機どうですかね。僕はね、こうね、千葉時代ずっと見てて、あれも意外とね、つる狩り機もね、まあもちろんね、何ヘクタールもあればそんないちいちやってられないっていうのは分かりますけど、僕はこのつる狩り機は実はね、私も持ってるんですよ、持ってたんですよ、ね。だけど実際やってみてね、つる狩り機がいいのはパワーが強いんで、例えばね、ヤーコンとかはね、2メーターぐらいになって、ヤーコンのあの上のね、2メーターぐらいになると、あれ容易に切れないんですよ。はい、でこのモアだと、うまくいかなかったんで、つる狩り機買ったんですよね。千葉じゃ結構モア、ヤーコン作ってたので。でさつまいもに関しては、あのつる狩り機よりこのモアの方が僕はいいというのが結論なんですよ。今からやりますけど、はい、まあね、何ヘクタールもあると一発でいけるもつる狩り機の方が確かにいいんですけど、これモアはね、1列に対して行って帰ってきて2回行かなきゃいけないんですよね。はい、ただ、綺麗に履けます。その右、この回転なので右側にこうやってね、残差が出てくるので、マルチの上は基本的には綺麗に、あのツルがなくなるですよね。今からやりますけど、だからツル狩り機よりかはあのいいんじゃないかなって。ツル狩り機も高さ調整しながら行くと意外とツル残るでしょうね。専業の方そうじゃないですか。はい、まあそんなこともあってね、はい、まあもろもろですけども、さあ頑張ってね、雨が降らないうちにね、あのさつまいも掘っちゃおうと思います。今日はね、白菜植えたり、まあ忙しいです。もう10月第1週ね、10月半ばまでにはね、あのある程度の型を、形を決めていかないと。でね、一発目のあのブロッコリー類、カリフローレ、スティックセニョール、茎ブロッコリーなどなどね、植えたところがこの辺なんですけど、見事に消えちゃいましたね。これまだ残ってますね。これブロッコリーかな、これ辺、これ見てください、これね、どうです皆さん。はい、どうしようこれっていうぐらい綺麗にやられましたね。やっぱり横のちょっと里芋が、うわこれほら見て、これがね、多分一発目のカリフローレ、あたりだと思います。何だったかな、まあ忘れましたけど、見事にやられましたね。まああの植え直してもいいんですけどもね、与藤君です、出てきますね。はい、これね、ちょっとね、横の里芋がちょっとね、草が多かったっていうのがよろしくないんだと思うけどね、参りましたな。まあでもそんなもんです。やっぱり難しい、今年もやっぱり去年と同じで暑いわけですね。多分野温が高いからやっぱり難しいね。うん、後ろに多少ずらしたところでこうやって一発目ね、ってことはもう、あの茎ブロッコリー出てくるのがもう11月中までには出てこないってことなんで、はい、でやっぱり8月というよりもね、9月10月のこの野菜が本当にできないということですね。まあまあしょうがないんですけどもね。はい、ということでまずはモアで吹っ飛ばします。
こんな感じなんですよね。綺麗にある程度半分ぐらいなくなるでしょ。あともう半分をやってこのベッドをね出してですね、高さ調節をうまくねこうやってやりながらやるとツルがだいぶね消えていきます。反対側やりましょう。はい、こんな感じですね。はいね、こんな感じでだいぶツルが綺麗に枯れてるでしょね。だいたいこれで吹っ飛ばせるんですね。綺麗にいってると思います。意外とねじゃがいもとさつまいもはこのモアの方が僕はねツル枯れ機よりかはいいんじゃないのかなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。意外とこう手でねこう高さをこう意識しながらね、だからこうやってまあ1回ないし2回ぐらい走ればねだいたいツルが消えていきます。どうですか皆さん、今年のさつまいもはどうでしたかね。里芋はダメでしたけど、さつまいもはまあまあ例年通りだった感じですけどもね。僕うちはね里芋どうですか皆さん今年。まあ例によってね去年もそうですけど暑かったですけど、去年はでも普通にできた感じですけどね。今年は里芋ちょっとね今のところ良くないですけど、またもうちょっとして時間経って掘れば良くなるですかね。どうなんでしょうか、ちょっと分かりませんけど。
よいしょ。はい、こんな感じですね。あとはマルチを剥がして、芋の太りは良さげですよね。はい、雨がね降ってこないうちに、ここ今日1列折って、あと12、あと2列かね、ですね。11月まで持たせたいですけどね。どうですかね。モロヘイヤと空心菜が元気ね。もう心も片付けなきゃいけないんで、まああのモアでね吹っ飛ばすだけですけれどもね。下分解マルチなんでそのまますき込めばいいんですけど。はい、ということで秋もね佳境に入ってまいりました。とりあえずマルチ剥がしますか。よいしょ、よいしょ。ちょっと土寄せすぎてますね。こんなに寄せなくてもいいという話でね。はい、ということでね、これでさつまいもを掘っていこうと思います。ここまでが下準備ですね。掘るのは一番簡単ですよね。はい、ちょっと湿ってますけどガンガン掘っていきましょう。はいはい、残りね
半分超えましたんで、はい、頑張りましょう。皆さんも秋のさつまいも掘りね、頑張っていきましょう。それではまた。